京阪1万3000電車は、2012年から京阪電気鉄道が導入している通勤系電車である。また、ご自社の導入により、京阪電鉄で最多両数の系列となる。2012年以降、宇治線、片野線向けの4両編成が導入され、2014年からは京阪本線、大東線、中野島線向けの7両編成も導入された。 さらに2021年からは6両編成も投入された。本記事では、出町流、宇治、被災地方先頭車の車両番号 F を編成名として表記する。本系列は、京阪線の通勤車として運用されている2200、系、2600系零番台、5000系の置き換えを目的に、2012年から川崎重工業で製造、投入されている。 2002年及び2006年に導入された1万系、並びに2008年に導入された2代目3000系をベースに開発された。軽阪電鉄で導入される新造車は2代目3000系以来4年ぶりとなる。アルミ合金製の車体と VVVF インバータ制御の採用により2600系との比較で約35%の消費電力削減が、また、 2600系20両を代替することにより、運転用全体で約1%消費電力の削減が実現する見込みである。2012年3月12日から14日にかけて、ネイ川車庫に1万3001回が搬入され、3月26日より試運転が実施された。4月14日、中野島駅発宇治駅臨時列車で営業運転を開始した。 ワンマン運転にも対応しており、片野線においては運用開始当初よりワンマン運転を実施し、宇治線でも2013年6月1日よりワンマン運転が開始された。同年7月までに1万3005回までの4両、編成5本が落成した。2013年度以降も旧型車両の置き換えとして増備されることとなって、2014年3月には、 第6編成目となる1万3006回が落成した。続いて4月には20番台の車両番号を付された本線用の7両編成の1万3021回が落成し、同年5月末より京阪本線、中野島線、大東線で営業運転を開始した。続いて同年7月末には1万3022回も導入された。 温泉用の7両編成の通勤車は1995年の7200系以来19年ぶりの導入である。二次車からは全商灯及び室内照明灯に LED を採用しさらなる消費電力削減を図っている。2016年7月に4両編成では第7編成となる三次車の13007回が製造された。 ドアの開閉の音がより静かになり、LED 式室内照明灯の形式変更、座席下の機器改良がされた。続いて、同年8月には、本線用の7両編成では、第3編成となる13,023回、同年9月には7両編成では、第4編成となる13,024回が、竣行している。さらに、同年度中に7両編成では、 第5編成となる13,025回も、竣工している。2018年度には7両編成2本の、計14両が製造され、4月18日付で13,026回が、5月22日付で13,027回が、落成した。この2編成の製造は2018年6月15日に、 京阪が発表した2018年度、鉄道事業設備投資計画に含まれている。2021年度はさらに6両編成6本の、計36両を新造した。ご自社からは、扉上部に飛ばさみ検知装置が新設され、車内には、防犯カメラや、扉上部に広告用デジタルサイネージが設置される。広告用デジタルサイネージについては20番台の、 編成にも2022年までに設置予定である。2021年度中に京橋駅に設置予定のホームドアに扉の位置が合わない5000系の置き換えを目的とし、6月頃までに完了する予定である。6両編成には30番台の車両番号が付与された。車体は大型中空押し出し材によるセミダブルスキン構え体を採用したアルミ合金製で、 一部摩擦攪拌接合を用いた箇所がある。台車はダイレクトマウント式空気バネ台車を採用している。また、全面強度の向上やオフセット衝突への対策など、車体強度の向上も行われている。外観は2代目3000系で採用された風流の今用のデザインコンセプトを継承する。京阪電鉄の一般車として、 製造当初から新塗装をまとっているのは本系列が初である。エクステリアデザインとして、風流の今用を具現化するモチーフとしてのスラッシュムーンという円弧形状に加え、コーナーにエッジを持たせたウェッジシェイプというテーマを導入し、通勤者らしい警戒感を演出する。13000系は2600系の代替車両としての位置づけもあってか柔軟な。 蘇性変更に対応できる構造となっている。第1第7編成は他の編成と並結可能な仕様となっており、奇数編成のヨドヤバ戦闘車と偶数編成のデマチヤナギ戦闘車は、車体正面裾部とスカートに切り欠きがあるほか、並結時に戦闘部に、ホロザ、ホロを取り付けることで車内の通り抜けも可能となる。インテリアデザインには、 外観との調和を考慮して、京都らしさをイメージした墨色を取り入れ、京都の石畳をイメージした床面のほか、すり革のストラップ、座席のせずり、袖じきりを墨色、すり革の握りと座布団を模擬色,色とし、せずりの円庫模様や袖じきりの円に大々色を配し、アクセントとしている。座席構造は、ロングシートで、一人当たりの座席幅470。 ミリメートルのバケットシートが採用されている。自動音量調整機能付き自動放送装置を搭載しており、特急、通勤階級、快速急行運用においては日本語と英語アナウンスを実施。また、バリアフリー対応として車椅子スペースや転落防止外ホロ、誘導鈴、扉開閉予告等が設置され、荷棚の高さは、 従来車両よりも 20mm 低い 1750mm、優先座席部は従来より 50mm 低い 1720mm としている。さらに、軽半の車両では初めて弱視利用者向きに配慮して、客用扉の端部と出入り口の足元にオレンジ色のラインが配されている。なお、客室照明は、蛍光灯カバーが1万計1万4回。 移行同様に省略されている。安全性向上のため、一万一の事故時や、急ブレーキ時に、乗客同士や、車内設備との衝突で怪我をすることを防ぐ、要、握り棒の増設と、座席端部の袖仕切りが大型化されている。サービス工場として、除湿機能を備えた全自動空調装置や、LCD 式車内案内表示器も設置される。また、腰掛けは、 足元の空間を広げるために、軽阪では初めて肩持ち式を採用した。車端部のみは、情報関係などの機器を収納するため、従来の客台式となっている。車内妻面に掲出されている、車両番号、落成年、川崎ロゴ、禁煙ピクトグラムは、二代目3000系や8000系、更新車同様、すべて一枚のステッカーにまとめられているが、 放射番号は省略されている。2014年に製造された13006編成、13021編成以降は、従来の都平予告ブザーに加えて、2打式ドアチャイムが追加、室内灯は全て蛍光灯が l ED 照明に変更され、その消費電力は従来の半分以下に削減されている。また、2021年1月22日から順次、 デジタルサイネージ用18.5インチフル HD 対応 LCD が設置される。台車は、電動車には、川崎重工製、付随車には、住友金属工業製の空気バネ台車が採用されている。制御装置には、二台目3000軽車両と同型の2、レベル VVVF インバータ装置が採用されている。四次車までは、下枠交差式パンタグラフを採用している。 これは、廃車発生品を流用しているが、河線との摩擦修道により発生する走行騒音を低減させるため、CFRP 製のパイホーンを新たに搭載している。ご自社は新造品のシングルアームパンタグラフに変更された。自動列車停止装置については、軽班は2020年度末までに、現行の軽班があった速度調査 ATS から多情報、連続制御式 ATS。 KATS に更新する予定のため、ATS 車載機は、現行型の機能も備えた新型の装置が搭載されている。2017年より、ヘッドライトの LED 化が行われており、現在では、全編成の LED 化が完了した。現在、4両編成は、宇治線、片野線で、6両編成、7両8両編成は、京阪本線、応答線。 中野島線で運用されている。2012年4月14日に第一編成が運用開始し、同年7月13日には4両編成5本が揃い、2600系4両編成は、宇治線の定期運用から離脱した。2013年6月1日から、宇治線でワンマン運転が開始されたことにより、1万3000系は1万系と共通運用となったため、 型の線にも入線する。支線運用時は種別及び行き先は自動更新される。2014年3月末より二次車の1万3006回が運用を開始し、さらに同年5月30日より本線用の1万3021回が運用を開始した。7両編成の20番台は全編成が中間車3両を外した4両編成で運用可能であり、 また、それを考慮して、本線用でありながら、ワンマン運転機能を有していることから、2015年7月23日には13,021回が、宇治線で、翌24日には、片野線で0番台と同様の4両編成として、運用された。以降も20番台が4両に短縮され、宇治線、片野線で運用されることがある。なお、 2600系2623回が2015年7月をもって廃車となり、宇治線、片野線での使用車両は基本的に1万系と1万3000系の2形式に統一された。7両編成のため原則特急運用に充当されることはないが、2017年頃から高楽シーズンの臨時列車で7両編成の臨時特急が運転されることがあり、 この臨時特急には本系列が積極的に充当されている。また8000系が2016年から2017年にかけて中間車1両のプレミアムカーへの改造のため7両編成で運用されていた時期には8000系の運用の状況によって1 3000系7両編成が定期運用の特急にダイソーで運用されることがあった。2017年以降、 7両編成のうち1両が他の7両編成の中間に組み込まれ、8両編成が蘇生されるケースが幾度か発生している。中間車1両を抜いた残りの6両は2両を半端車とした上で4両編成として運用されることが多い。8両編成となった編成は6000系や9000系、9005階と共通運用するため、特急や深夜急行など7両編成では見られない。 種別での運用も見られる。ありがとうございます。